サメの腹から幽霊じゃないけど3年前グアムにダイビングに行った時名古屋から来たダイバーからこんな話を聞いたその人が90年4月にインドネシアの小さな漁村で1週間滞在して潜っていた時のこと2日目の深夜ゴーッという爆音のようなもので目が覚めた。 それは海の方から聞こえたそうだその時空に光線のようなものが走ったそうだ雷にしてはおかしいんでジェット機でも墜落したんじゃないだろうかと思いつつもすぐ眠ってしまったそれから3日後浜辺でビール飲んでいたら 砂浜の10メートルほど離れたところで、原住民たちの人だかりが何やらけたたましく騒いでいる。数人がかりで漁網を引き上げたばかりらしく、女子供も群がっていたんだが、それにしてはただごとではないらしい。よほど大物でもかかったのかなと思い、彼も見に行った。確かに大量で、 浜辺の上にはたくさんの魚が撒き散らかされていたその中に3メートルはあるサメがかかっていたサメはすでに死んでおり腹が少し膨れていた子持ちザメかと思い覗き込んでゾッとした切り裂かれたサメの腹から身長150センチ足らずの子どもの死体のようなものが内臓にまみれてはみ出していた 胸から舌はちぎれてなく溶けかかっていたもののそれは明らかに人間の姿ではなかったというか地球人ではなかった UFO 番組なんかでよく見る異星人グレイそっくりだったそしてサメの頭部にはバーナーで焼いたような30センチほどの焼け焦げた傷があったそうな